とにかく今日は、まあ、昨日のことはもう振り返っても仕方ないんですけど、まあ今日一日できることを精一杯やるというふうに思っていました。本当にどの子も紙一重になりよかったと思います。あまり前のことは意識せず、こう今日の一曲に集中するというつもりでました。まだまだ実感はないですけど、ちょっと、まあ内容的にかなり、まあ、読み落としだったりとかまずい部分があったので、内容的にはまだまだなんていうか向上させる余地があるのかなというふうに思っています。まあ、やはり負けた後は全てこう自分の、まあ、まずさというかミス、まあ、チャンスもあった後も多かったかなとは思うんですけど、やはりまあそこを、まあ、負けた後は結果に結びつけられなかったというところで、まあそうですね、やはり、まあ、今シーズンはその辺りがちょっと、まあ、今一つだったかなという気がします。はい、本当に今は終わったばかりで、まだその対局の余韻が残っている状態といいますか、まだあまり実感はないんですけれども、はい、とりあえずほっとしているところです。はい、1日目でかなりちょっと今日の碁は形勢を損ねてしまったので、まあ、とにかく、まあ、2日目、まあ、今日に関しては、まあ、なんというか最終局を、まあ、少しでも盛り上げられたらいいかなという、まあ、なんというか、我なりにこう最善尽くしていければいいかなというふうに気持ちでやったので、まあ、それが結果的に幸いしたのかなというふうには思います。まあ、4局目で、まあ、一応踏ん張って半目残せたというのが、まあ、シリーズの中で一つ大きい一局だったかなというふうには思います。正直それはあんまりないですね。ちょっと内容的に、まあ、今日の碁も、まあ、結果は幸いしましたけど、ちょっと1日目の時点でかなり、まあ、敗戦に近い展開になってしまいましたし、まあ、7月に入ってからは、まあ、他棋戦含めても井山さんに勝てない時期が続いてましたので、まあ、まだまだ、まあ、自分自身足りない部分が多いなというふうに感じていました。はい。まあ、第5局の若光寺でこう本因坊の歴史というのをまだで感じまして、はい、まあ、本当に、まあ、そこにこう名を刻めるというのは、まあ、恐れ多い気持ちもありますし、まあ、光栄な気持ちでもあります。まあ、ただ実力的にはまだまだ歴代の本因坊の方にはまだ及ばない部分が多いと思いますので、まあ、これからも精一杯精進続けていけたらいいかなというふうに思います。正直まだ名人リーグも途中ですし、まあ、まだまだ意識する段階ではないかなというふうに思いますけど、まあ、とりあえず可能性が一つつながったという点においては、はい、まあ、良かったかなというふうに思います。はい、もう満面の笑顔